カスがいて。申し遅れました。わきゃっと。ずいぶん前に一度私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことに。カムロ町で？いえ、いいんです。本当昔のことですから。悔しいな、こんな可愛い子た。そんな私なんて。でもずっとお礼を言いたいと思って。ずいぶんと律儀な子だな。でも楓、実は私ずっと病気で、だからお会いできる機会、本当はもっと早くに会ってお礼が。そうしているうちに。でも私は決めたんです。春日さんとまた会える日は必ず来る。そうだったのか。ええ、今は病気だからこれまでできなかった。その第一が。そうか、この子いつ会えるとも知らねえよ。誰も俺のことなんて待ってくれて。分かった、じゃあ。本当ですか？でも私別に。ああ無所。もしやることがあるなら。ああ大丈夫だ。はい、よろしく。とはいえ今のはどこに行こうか。ゲームセンターなんてどうだ？ゲームセンター、実は私。え、そうなの？はい。へえ。ああ、もう。
ありがとうございます。これに懲りたらバイトでもし大丈夫か春日さん、またあの頃と同じ。あの頃なんだか暗くなってきましたね。ねえ春日、最後に行きたいところがあるんです。あ、ですね。私こうやって夜景を見ること、確かに綺麗なもんだな。ずっとしかし偶然ってのもあるもんだよ。え、そうですね。でも私病室からは春日さん、え、そうなの。いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて、釣り線返せとか、まだ蜜が食べてるだろうがとか、毎日いろんな声、昔からしまらねえな。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見ていたら、ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活、春日さんが半袖になったら夏が、そうか、ううん、そのままで十分、ずっと好きだったんですから。いや、だからそんな急に言われても、マジか慌てすぎですよね。春日、私の分もこれからずっとずっと長生きしてくださいね。
ちょっとあんた。ん？夜に何一人で騒いでいる。ああ、すんません。あれ？酔っているのか？それならいい。いや、悪いな、おまわりさん。大丈夫だ。そうか。とにかく早めに家に帰るんだよ。ああ。またいつか会えるよな。